いつもご視聴くださりありがとうございます。マイキーです。今日はですね、今まで半紙とか半節に書く動画を上げてきたんですが、こちらです。2.4尺×5尺、だいたい大きさが、いくつだっけ、70cm×148cm の、この展覧会に出すような大きさのこのサイズの紙に、近代史文書ですね、漢字仮名混じりを、の作品をちょっと書いてみたいと思います。でお題は昔、すごく好きで、大ヒットした、人と陽さんの花水着、こちらを、題材にちょっとお借りして、書いてみたいと思いますので、どうぞご覧ください。